ホーム及びホーム上やホーム前面を覆う幕屋根、枝駅は神奈川県横浜市青葉区枝町にある東急電鉄田園都市線の駅である。駅番号は DT17。駅東口前には国道246号が走っており、駅前で国道246号と東名高速道路が交差している。枝駅周辺は鉄道と高速道路、 国道の使用交通網が一箇所に集まった結合地点にあたる。横浜市は首都圏でも稀なこの立地を生かす検討を2014年に開始した。島式ホーム2面4線を有する公開機である。1.3番線には柵が設けられ、急行・準急通過専用線となっており、各駅停車は2.4番線に入線する。平日朝は当駅で、 各駅停車が急行、準急を退避する。日中は、各駅停車が準急を退避する。回送電車が退避することもある。柵が設けられるまでは、通過待ちのない各駅停車は、内側の2.3番線に停車し、通過待ちの各駅停車は、外側の1.4番線に停車、急行、快速は、内側の2.3番線を通過していた。 下り通過線を2番線から1番線に変更する際、下りホームをあざみの駅側に延長し線路配線を変更した。これにより、通過電車の進入速度低下を抑えた。ホーム延長により、市が、お駅側には、未使用部が存在する。上下ホームと改札外を連絡するエレベーターが、設置されている。上下ホーム双方に、待合室がある。 トイレは一階改札内にあり、多機能トイレも設置されている。このほか東口の改札外に横浜市管理の公衆便所がある。施設の老朽化により2014年頃から改修工事を行っていたが、長津田寄りの階段を改良し、上下エスカレーターを各ホームに設置することになり、2017年6月から2020年3月の期間に設置工事を行う。 まずは改札内にあるトイレを渋谷法階段近くの壁に移設し空いたスペースと駅事務室の改良で生まれるスペースを活用しエスカレーターを設置する予定となっているホームウアヤは従来上下とも車両3.2両分しかなかったが2007年から2008年にかけての工事で車両6.8両分のホームウアヤの新設を行ったこの時 全車両重量分のホーム上屋が幕屋根となった。なお、田園都市線でホーム上屋が幕屋根なのは、当駅の他に、梶ジガ駅と高津駅のみである。1日あたり、乗車人員の推移近年の1日平均乗降、乗車人員推移は下記の通り。1980年代まで、あざみノ駅、枝駅の間には田んぼが広がる、未開発地区が残っていた。 2000年代では、アザミの南と呼ばれる地区である。この地区は、赤田谷とと呼ばれ、江田町に含まれていた。沿線の田の地区がのきなみ開発されて、住宅地化されていく中、ここだけは、多摩田園都市の開発以前の光景がそのまま残っていた。野生のホタルも生息していたという。赤田地区緑地の存続運動も行われたが、1980年代後半に、 東急により、宿の開発、埋め立てが進み、跡形もなくなった。この開発に伴いホームのあざみの寄りに存在し、東急最短のトンネルであった赤田水道は崩され、代わりに、古戦橋がかけられた。なお、赤田宿から流れて出ていた赤田川は、暗渠となり、深川へ流入している。東急バスと横浜市交通局の路線が発着する。乗り場は、 東口と西口に分かれている。A 乗り場は、枝記念病院前駅名の枝に対して町名は、エデンと表記される。地名はかつて当地にいた豪族、枝小次郎にちなみ、枝であったが、いつしか、エデンに変化したとされる。1960年に、東急が鉄道不設免許を取得した当時の駅の仮称は、枝駅で、これは設置予定地の枝町から取ったものであった。 しかし、当時の東洋漢字表にない絵の字を避けて枝とすることになり、1965年9月の常務会で正式に決定し、1966年に枝駅として開業した。ありがとうございます。